こんにちは。映画君の鳥は歌える監督の三宅翔と申します。今回は、作家さんのサービスでこの映画に興味を持ってくださり本当にありがとうございます。この映画は2017年に北海道の函館市というところで撮影をしました。函館にある函館シネマアイリスという映画館が企画して制作した映画です。映画館が映画を作るというその志に惹かれましたし、また原作小説である佐藤康史さんの小説にも惹かれて、この映画に僕も監督として参加することになりました。日本代表する素晴らしい俳優たちと一緒に仕事をすることができ、本当に光栄に思っています。この映画は、メイン3人の、恋愛模様もありますが、僕個人としてはこれは一つの友情の物語かなというふうに受け止めています。ぜひ皆さんも3人の友人になったようなつもりでこの映画をご覧いただければ嬉しく思っています。最後までごゆっくりお楽しみください。ちなみにここは北海道の洞爺湖という湖です。バイバイ。降りる？いい。いいの。僕にはこの夏がいつまでも続くような気がした。9月になっても10月になっても次の季節はやってこないように思える。酒臭いぞ。若さってなくなっちゃうもんなのかな。飲みすぎだよ。心配してくれてんだ。優しいなあ、静雄は。そんなこと考えなくていいよ。遊んだり飲んだりして何が悪いの？子供みたいなこと言うな。幸子！